気をつけ礼。はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントのエス君です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、足の描き方について説明していきたいと思います。はい。これは以前描いた絵なんですけども、うん、今日説明したいのは、特にこの太ももから、足の先までね、はい、で足の先のこの足の部分はすごく難しいから、うん、まあ裸足はちょっとまた別の機会として、靴を履いてる足を説明できたらいいなと思っています。うん、はい。で、試しにエス君にね、絵を描いてもらいました。はい。どうぞ。じゃん。ということで、エス君の描いてくれた絵です。うん。まあ、描いて、2本ちゃんと描いてくれてありがとうございます。いえいえ。ただ、裸足って難しいっつってんのに、俺裸足描いてるから、ね。そうだね。あって、まあ、唯一気になるとしたら、これ、うん、親指がこっちの足がこう外側に出てしまっていることが、親指は両方内側ね。ということで、でもこの足をもっと魅力的にする方法があるので、今日は皆さんにそれを教えたいと思います。はい。はい、これはさっきのエス君の絵を参考にちょっと描いてみた足なんですけど、はい、今この状態だと何の足に膨らみもね、凹凸もなくて、ほぼまっすぐ棒状の感じの足になっちゃってます。うん、で、これをこういう風にならないためにどうしたらいいかっていうと、うん、先に足の付け根、膝、くるぶしの位置を決めてから描きます。はいはい。ちょっとこっちに試しに決めてから描いてみます。はい。まず、なんとなく腰があって、足の付け根、ここに膝。で、太ももの足の付け根と膝の長さと同じぐらいの長さを下にとって、ここにくるぶし。こっちも同じ感じで、こういう感じでくるぶし。はい、先に3点今決めました、うん、じゃあこれに足を描いていきたいと思います。はい。はい。ということでね、描けました。はい。ちょっと細いペンで描いちゃったから、少し比較しづらいかもしれないんですけど、うん、こっちの足よりもだいぶ、なんかこう立体感が出たと思います。はい、大事なのは、やっぱこの膝の部分ですね。ちょっとなんかアクセントを入れてあげること。なんだったら、この膝のお皿のね、やつをちょっとこうやって描いてあげたりとかしてもいいと思います。これは好みですね。うんうん、で、靴は決して慌ててね、靴の履き間違いをしてきてしまった人を描いたわけではなくて、うん、まあ一応2パターンね、なんかこう平らなパンプスみたいなものとローファーみたいなね、うん、ものを履かせてみました。また靴ってすごく難しくて、はいはい、これはこれで新しくね、動画を作っていつか説明できたらいいなと思ってるんですけども、はい、ぺったんこのこれね、直線で、靴を考えるんじゃなくて、少しだけこういうね、曲線で靴を考えると、うん、結構いい感じに靴らしい感じがね、出せるかなと思います。はいはい。まあ、今回は靴の動画の説明ではなくて足の説明ですので、ぜひ皆さん、やっぱ足の付け根、膝、くるぶしを先に決めて、うん、この、ここら辺にアクセントをつけて書くことをね、覚えてみてください。はい。ちなみに曲がってる足を書くときも考え方は一緒で、うん、まず足のね、付け根を考えます。膝の位置を考えて、長さはだいたい一緒だから、くるぶしを考えます。はい、こんな感じでね、曲がってる足も考えてみてください。はい。付け根、膝、くるぶしっていう感じでね、うんうん。それと最後に少しだけ
大事なってほどでもないかな、おすすめポイントなんですけど、うん、まあなかなか足今書いてみたけど、これ実際はね洋服を着せてみんな書くと思うから、はい、こんなしっかり足全部書くことってないと思うんですよね、うん、スカート履いてるときはまあ丈によってただ長さが変わるだけだからいいと思うんですけど、今この人にねズボンを履かせるとするじゃないですか、うん、その時にね股の位置をねここのねまたぴったりにね置いちゃう人とかがいるんだけど、実際ね自分がズボンを履く時すごくぴっちりしたズボンだったらそれでもいいんだけど、ちょっとゆったりしたズボンを履かせる時なんかは実際はこの股下ぴっちりに股が来ないから、少しゆったり股の下取ってあげたりとか、そういう服を着せる時に工夫はねしてみてください。はい。はい。ということで今回は足の描き方についてでした。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。まあ、難しいパーツなんですけども、うん、ぜひ皆さんね、楽しくお絵描きしていただければいいなと思います。はい。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、S くんでした。気をつけ、ありがとうございました。